偶然の音楽は1990年に出版されたポール・オースターの長編小説である。1993年にミュージック・オブ・チャンスとして映画化され、オースター本人も出演した。妻と離婚したばかりのジム・ナッシュがある日突然、父親の財産20万ドルを相続した。クラシック音楽を愛聴する彼は赤いサーブに乗って全米中を旅に出かけるが、金は あっという間にそこをついてしまった。一年以上走り回った時点で彼は道で見かけたジャック・ポッチという若者を自らの自動車に招き入れた。彼はポーカーを専門とするギャンブラーだった。ポッチはフラワー、ストーンというあだ名の男たちを相手にポーカーに興じたが大惨敗してしまった。ナッシュの赤い車も担保として没収された。莫大な借金を背負い。 追い詰められた二人は、フラワーとストーンの下で石を運んで壁を作るという、肉体労働に従事する羽目になる。そこで彼らは、怪しげなカルビン・マークスに出会う。ようやくすべての借金を返し終えたと思った矢先に、マークスからナッシュは封筒を渡される。そこにはさらに三千ドル以上も請求される趣旨の内容が書かれてあった。この状況に耐えられなくなったポッツィは、逃亡をるが、 何者かによって臨時されて、瀕死の重傷を負い、マークスとその義理の息子フロイドによって、どこかに連れ去られてしまった。破れかぶれになったナッシュは、マークスに頼み込んで売春婦を住んでいるトレーラーに呼ぶ。その後、マークス親子に誘われて、隣のニュージャージー州のビリングスまで酒を飲みに行った。ナッシュは、ビリヤードの賭けに勝った見返りに、かつて自分が所有していた赤い自動車を運転させて、 欲しいと要求し、了承される。クラシック音楽専門のラジオ局の放送を聞きながら、ナッシュは出口の見えない生活を終わらせるために意識的に自動車の速度を速め、対向車線の車と衝突させる。2005年と2008年に白井明演出、中村徹主演により舞台化されている。初演。 再演ともに世田谷パブリックシアターで上演された。ありがとうございます。